うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、リズムに特化した、レッスン動画ということでやってまいりたいと思うんですけど、最近ですね、ガズレレ YouTube 動画の中でよく出てくるリズムがあるんですよ。それはですね、これです。ドン。8ビートのチャが半分と、16ビートのチャが半分。こういうリズム結構出てくるんですけど、何気にですね、これ質問が多くてですね、8ビートのチャが半分ってどうやってやるんですか？ 16 ビートのチャが半分の説明の動画ってありますか？こちら結構いただいてます。そういうわけで今回この2つのリズム、これを徹底解説していく、そんな動画に、していきたいなというふうに思っております。あ、この動画もしかして初めて見てる方もいらっしゃってくれるかもしれませんが、ウクレレでね、歌ってね、もう大好きな音楽やるの最高に楽しいんですよ。ぜひ皆さん、どんな方でも、あっという間にできる、プログラムがあります。このウクレレを弾いて歌う弾き語りができるね、プログラム。ぜひ始めてください。ウクレレやってみたいなと思う方、ここにリンク貼っ付けとくんで、ぜひともこのリンク先に行って、やってみてください。無料でね、どんどん楽しく音楽ができるようになりますよ。はい。そしたらまたここ戻ってきてくださいね。はい。じゃあ今日はですね、その8ビートのチャが半分っていうことなんですけど、まず、この話をする前に、その8ビートのチャっていうリズムと、16ビートのチャ、この2つのリズム、これをまず知ってないとこの動画はちょっと意味がないので、まずこのリズムそもそもわかんないという方もさっきのリンク先行ってもらうか、ここにももう一個リンク貼っとくんですけど、ウクレレでできるリズムいろいろというね、ガズレレのホームページがあるんですけど、そこでですね、まず8ビートと8ビートのチャというところから始まって、この16ビートの16ビートのチャ、これね、ガズレレではめっちゃ基本になるリズムなんで、まずそこのね、マスターしていただくと、ここから話が始まると思います。一応おさらいしておきましょう。こんな風に書きます。丸は引く。バツは空振り。丸とバツだけです。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。じゃん、じゃじゃん、じゃじゃん。じゃん、じゃじゃん、パッチャッチャン。膝を叩きます。パッチャッ、パッチャッチャン。じゃん、じゃじゃん、パッチャッチャン。これが8ビートという、まあ、こういうストロークって言うんですけど、これの超基本の一番最初のやつ。じゃあここにチャも入れます。チャっていうのは、これね、ドラムを再現してるんですよね。ドン、パッと、ツッと、パン。ドン、パッと、ツッと、パン。この、っていう音、スネアドラムって言いますけど、これを右手でパシッとこうカチャッというチャッと言わすということで8ビートのチャッということになってます。はい。で、チャのところは星にしてますからね。今度は丸は引く、バツは空振り、星はチャです。はい、行ってやってみましょう。8ビートのチャ、ワン、ツー、スリー、フォー。これが8ビートのチャ。急にこのチャが入ると、こう、ね、ドラムのこの、打楽器的要素が加わって、ノリがね、すごく出るぞということで、この弾き方もものすごくガズレレで出てくるんですよね。8ビートのチャっていうの。じゃあ、8ビートのチャが半分って、どういうことっていう話になると思うんですけど、これがですね、ちょっと今、図でちょっと示しましょう。今やったのは上に書いてある、これね。やりますよ、もう一回。じゃん、チャッチャス。星が2個あるでしょ。じゃん、チャッチャン、チャッチャ。はい。だからこれ8ビートのチャが半分は、はい、これ、下の段に書いてあるやつが8ビートのチャが半分です。よく見てもらうと、最初の星マークがないでしょ。はい。だからチャが半分なんですよ。ワンブロックの中でチャが上は2つ入ってて、星が2つ入ってて、こっちの下の方はワンブロックに星が1個しかないですよね。後半の方1個しかない。ちょっとこれチャが半分やってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。じゃん、じゃじゃん、じゃ。この差が分かりましたかね。上の段やります。せーの、じゃん、じゃっか、つ、じゃっか。下の段いきますよ、ここから。はい。じゃん、じゃん、じゃっか、じゃん、じゃっか。この差なんです。これね、すごいこれ曲の中で弾いてみると効果絶大でございまして、リズムがドーンと落ちるイメージになります。ちょっと適当にコードを鳴らして演奏してみようと思うんで、ちょっと聴いててくださいね。まずじゃあ普通の8ビートのチャから、8ビートのチャが半分に落ちていきますね。ワン、ツー、次落ちます。次は戻りますよ。はい、8ビートのチャに戻りましたね。なんかだいぶ感じが違うでしょ。ワン、ツー、スリー、フォー、シー。これ前8ビートのチャで、次は落ちますよ。8ビートのチャー、 F でチャが半分、チャック、チャック、
になるとドーン、ちょっと落ち着いた雰囲気になります。はい、これが8ビートのチャが半分なんですよ。なんでなんで半分かっていうと、さっきのこの2つを並べて、上は2つあるのに下は1個しかないでしょ。だから星のマークが1個ないから半分だよっていう、そういう表現なんですよ。これで分かっていただけたかな。口で言うとダンタッタンダチャッタダンチャッタンダチャッタ、これが普通の8ビートのチャ。チャが半分はドンとドンとチャッツ、ドンとドンとチャッツ、こんな感じです。だから受ける印象としては8ビートのチャは結構イケイケのイメージ、ダンこうイケうわーって感じだけど、8ビートのチャが半分はドンツドンツバーンドンツ、ちょっとこうドーンと落ち着いてる感じ。これが8ビートのチャが半分の説明でございます。この図で表してみるとすごく分かりやすいかなと思うんだけど、その確かにね、8ビートのチャが半分っていう言葉だけ聞くとどういうことってなるかもしれないなって自分でもね思いました。はい、今回これで整理をしてください。じゃあこれ同じようなことなんですけど、16ビートのチャが半分っていうのもたまに出てきます。ちなみに16ビートのチャちょっとやってみましょう。C を押さえてやってみますよ。ダンダカチャカタタスタスチャカタ、これもかっこいいでしょ。乗れるビルズドン、チャカツタスタスチャカタ。はい、これも今上の段に出します。ちょっと細かいですけど、ダンダダチャカツタスタスチャカタ、ダンダチャカツタスタスチャカタ。はい、この基本のやつはさっき紹介したリズムいろいろのところの16ビートのチャの完全解説動画で濃厚に解説してるんで、まあ見ていただきたいんですけど、今回じゃあこれ上に残ってるこの下ね、はい、また今度これ16ビートのチャが半分だから後半の方1個しか星がついてないわけ。そうするとこうなります。ジャンジャカジャンジャジャンジャスタチャカチャカダンダカダンダダンダチャカチャカドンダドンダドンダチャカチャカドンダドンダドンダチャカチャカ。だいぶこれもねイメージが変わります。ちょっとまた交互にコードを適当に回してやってみましょう。まず最初は16ビートのチャ、普通の16ビートのチャからいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、乗れますねこれね。次半分にしますよ。はい、ここまた戻りましょうか。はい、チャ半分。はい、また戻します。普通の16ビートのチャ。はいね、これやっぱりこれ16ビートのチャが半分も半分になると急にこうドーンとこう落ち着いた、ね、スケールが大きい感じのリズムになるんですね。これなんですよ。なんでこの見てもらうと、これもねさっきの8ビートの時と同じで、上の段は星が2つあるのに対して、こっちの下の段は16ビートのチャが半分もやっぱり星が1個しかないから、2つあるのが半分になって1個になってるって、そういうことでございます。これですね、結構最近よく出てくんだよね。バラードとかの歌い出しとかでこういうのすごくやっぱり、スケールがこう、大きい感じで、聞かせられることができるんで、ぜひ、この動画で、16ビートと8ビートのそれぞれのチャが半分っていう、このリズムって、あ、そういうことねと、こう、図解で分かってもらうのがね、やっぱり一番分かりやすいかなというふうに思う次第でございます。ご活用して練習してみてください。で、今ね、練習してる皆さんが普段練習してる曲も、リズム練習としていろんなリズムでね、こう、弾き分けるのがいいと思うんですね。1番の A メロは8ビートのチャで、2番はアルペジオで、3番は8ビートの、チャが半分でとか、そういうね、リズムどんどん自分で変えていく練習っていうのも、こう、アレンジしてみるっていうのもなかなか面白いことだと思います。さっきも紹介しましたけど、ウクレレでできるリズムのいろいろって、ガズレレではものすごいいっぱいリズムありますからね。8ビート、8ビートのチャが半分、あと8ビートのチャ、あと16ビート、16ビートのチャ、あとはレトロビートとか疾走ビートとかルンルンビートとかロカビリービートとかスカビートとかレゲエビートとかアイランドビートとか、もういっぱいあるんですよ。もうめちゃくちゃ楽しいからリズムで、ちょっとねプチ宣伝なんですけど、今このパソコンでご覧になってくださってる方はね、ガズレレYouTube のここの下のところにメンバーになるっていうボタンがあるんですけど、そこを押していただくとガズレレ大学というね、めちゃくちゃ面白いコンテンツやってます。毎週2回ライブハウスによるこういうリズムの
の、もう本当に楽しい練習です。リズムの練習とかいろんなフレーズの、ガズレレ YouTube の中で、取り上げてる曲のここのところが難しいですっていうところに答えて、もうみんな150人ぐらいでね、それやってんですよ。毎週に。ライブ配信ですからね。で、どんなことも質問し放題ですから、ぜひね、これ楽しいガズレレ大学キャンパスライフ一緒にやってみませんかという宣伝も挟みつつですね、いろいろやっております。ガズレレではね、もうガズクラブっていう楽譜5曲を落とせるサイトだとか、こっちも面白いですよ。今日は9月5日14時からね、もう全世界中からセッションするね、セッション大会があったりとかも、そんなこともやってます。ガズレレはね、もうガズレレ大学、ガズクラブもやってるし、もう、ね、いろんなコミュニティもね、やってます。まあ、これからいろんなイベントもまたね、リアルで出会えるイベントもまた、始まると思うんですけどね、今のところはオンラインでこんな感じで、まあ、楽しめることもたくさんなんで、いろんなリズムで自分の好きな曲、どんどん楽しんでいきましょう。はい、そういうわけで本日は8ビートのチャが半分と16ビートのチャが半分の濃厚解説レッスン動画をちょっとお届けしました。ウクレレね、本当やると楽しいですよね。もしね、楽しいなと思ってみて、周りの方にもね、どんどんガズレレ面白いよって言ってね、ほら、C はここだよとか教えていただいたり、あとはチャンネル登録なんかもしていただけるとね、嬉しいなというふうに思います。さあ、皆さん、お知らせでございます。ガズレレではですね、本当いろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップとか T シャツとか、こうストラップとか、この水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス、最近この本もリリースになって、これもね、もう全部合わせて累計ね、もうね、15万部ぐらいの、皆さんにご購入いただいて、本当にご活用していただいてるんで、まあ、こういう本とかもね、書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とか、アプリとかもあるんですよ。まあ、詳しくはね、公式ホームページ、ガズレレ公式ホームページ見ていただくと、もう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。